バーラトベンツは、ダイムラー AG のインド100%子会社である、ダイムラーインディアコマーシャルビークルズによって、製造、販売が行われる、インド市場専用のトラックブランドである。ダイムラートラックス第ゴのブランドとなる。バーラトとは、インド諸言語で、インドを意味する。海外向けには、不層ブランドで輸出を行っている。なお、大工夫は、現在およそ1200人の従 2008年、ダイムラー AG はヒーローグループと中型及び大型商用車を製造を行う合弁事業でインド市場への参入を計画していた。合弁会社は2008年7月の覚書に基づいてダイムラー AG が60%、ヒーローグループが40%の出資比率で設立されダイムラーヒーローコマーシャルビリクルズと名付けられた。 マークリス・タセラが CEO に、アメット・チャート・アベリが副 CEO にそれぞれ任命された。しかしながら、ダイムラー AG とヒーローグループは2009年4月15日、インド経済の低迷を理由に合弁解消を発表した。ヒーローグループは本業への注力を決断し、40%の DHCV 株をダイムラー AG に譲渡した。ダイムラー AG の100%子会社となり、 DHCV はダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルズと解消した。バーラとベンツブランドの発足は2011年2月17日にチェン内でダイムラー・エイジー会長ディーター・ツェッチェによって発表され、最初のバーラとベンツトラックは2012年1月4日にニューデリー・オート・エクスポにてお披露目された。同年3月2日、ハイデラ・ワードにて、 バーラドベンツの9から49トンの中型及び大型トラックの発表会が行われた。2014年までに全17種のラインナップが出揃う予定である。また、ディーラーモは当初70店舗からスタートし、2014年までに100店舗にまで拡大する予定である。2012年6月21日、大型トラックの製造が開始され、9月26日から、 発売を開始。3ヶ月で1098台を販売した。大型トラックに続いて、2012年10月には、中型トラックの生産も開始され、2013年2月20日から販売が開始された。2013年7月10日、5000台目のトラックがラインオフした。2014年1月31日、大工夫は新たに、バーラとベンツ4車種を発表した。 また、同ブランドのトラックの販売台数が累計7500台に達したことも合わせて発表された。大工夫は7億ユーロ以上を投じて、タミル・ナード州チェン内近郊のオラガダムにトラックの製造工場を建設し、2012年4月18日にその開所記念式典が行われた。工場の組み立てエリアは160ヘクタールあり、 そのうち19ヘクタールは2つの異なるテストコースに当てられている。2012年当初の生産能力は3万6千台であり、2013年始までにさらに35億ルピーを投じて年7万台に拡大する予定である。大工夫は450以上の現地サプライヤーと協業している。 これによって現地調達率は創業開始時点で85%前後となり、これを90%以上に引き上げることを目標としている。サプライヤーの41%はタミル・ナード州を拠点としており44、44%がインドの他の地域を拠点としている。また、大工府は初期投資120億ルピーでオラガダム工場に R&D センターも設立している。 2012年9月5日には、メルセデス・ベンツ・アクトロストラックの製造が、プネーキン・コーチのメルセデス・ベンツの工場から、オラガダムに移管された。2014年3月6日、大工府のオラガダム工場にて、バス製造工場の低組織が行われた。42億5000万ルピーを投じて、面積27.91エーカーの規模で建設され、2015年、第二四半期に、 観光の予定となっている。当初の製造能力は1500台、年で4000台、年まで増産が可能となる。また、ダイムラーとフロントエンジン車の分野で協力関係にある北アイルランドのバス車体仮想メーカー、ライトバスによる車体製造設備も併設される。この新工場では9トン、16トン、16トン超のカテゴリーのバスを製造し、 メルセデスベンツ及びバーラとベンツの両ブランドにて販売される。バーラとベンツのバスはフロントエンジンとなりスクールバスや都市間バスのカテゴリーをターゲットとする。一方、メルセデスベンツのバスはリアエンジンの高級都市間バスとなる予定である。いずれもインド、あるいは輸出先となるアジアアアフリカの地域事情に特化した車種となる。 バーラとベンツバーラとベンツバーラとベンツ中型トラックは三菱不走のキャンターとファイターをベースに開発され 4D34 型 3907cc4 気筒ディーゼルエンジンを搭載する大型トラックはメルセデスベンツアクサーのプラットフォームをベースに開発され 6373cc6 気筒ディーゼルを搭載する全車種が BS3 ハイガス規制に準拠する 不創イ、ダンプカー2013年5月23日、三菱不創トラックバスが、アジアアフリカ地域向け大型、中型トラックを発表した。バーラとベンツ車をベースとするが、不創ブランドにて販売が行われる。2013年4月から大工夫のオランガダム工場で、生産が開始されており、6月のスリランカを皮切りに、2013年内に、バングラデシュ、ザンビア、ケニア、 ブルネーへ順次輸出されている。今後は他のアジアアフリカ諸国にも展開していく予定である。ありがとうございます。